横書きに慣れてはいても無理がある。やはり日本語縦書きしたい。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。パソコン、そしてスマホとデジタルが身近になりました。デジタルが身近になることで大きく変わったことがあります。それは縦書きよりも横書きが当たり前になったことです。日本語を横書きで表現することに何も思わない人も増えていますが、やはり日本語は縦書きの方が馴染む、そういう人も多いでしょう。それなら、縦パッドというアプリを使ってみませんか。縦書きで文章を表示できるだけではなく、縦書きで文字入力もできるようになるんです。さらに、PDF 作成機能が搭載されてるのが便利なんですよ。今回の単価は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報を、ウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、単価部でした。